前節の勢いそのままに今シーズン初の連勝を狙いたいアルビレックス。しかしこの試合先制したのはアントラーズでした。前半6分、柴崎がゴールキーパーの一瞬の隙を突きシュートを放ちます。無回転のボールは黒川の手前で大きく変化。柴崎の技ありシュートで早々と試合が動きます。追いつきたいアルビレックスは18分、前節 F マリノス戦で決勝ゴールを挙げた岡本。21分には川又、ブルーノロペス、田中達也を怪我で欠く中で先発出場した2人が果敢にゴールを狙います。後半に入るとアントラーズがボールを支配します。そして後半11分、コーナーキックのボールに飛び込んだのはダビ。ダビの今シーズン4ゴール目でアルビレックスはリードを広げられます。ホームのサポーターの前でこのまま終われないアルビレックスは後半22分、岡本に代わって途中出場した藤田が右サイドから切り込みクロス。このボールを成岡が冷静に押し込み1点差に迫ります。このまま同点ゴールを奪いたいアルビレックスでしたが、またしてもアントラーズが立ちはだかります。後半33分、フリーキックのこぼれ球に反応したのは山村。去年8月、同じアルビレックス戦で骨折、8ヶ月ぶりの先発出場で掴み取った復活ゴールでした。アディショナルタイム、アルビレックスのコーナーキック、このこぼれ球を大いな押し込み再び1点差としますが、追い上げはここまで。4月負けなしのアントラーズに今シーズン初の連勝を阻まれました。